日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回は超大作、リカルタ演習シリーズ、仕事仕事率についてお伝えします。まず内容ですが、まず仕事についての説明から始まり、物体を持ち上げる仕事、物体を床の上で動かす仕事、仕事の原理の説明、動滑車を使った仕事、手工を使った仕事、そして最後仕事率、斜面の仕事についても触れました。ここでですね、はい、この仕事とか仕事率、苦手な生徒が多いんですが、これは1年生で、圧力の勉強しましたが、その時と同じです。なんで、苦手な生徒が多いかという理由ですが、まず単位がややこしい。人の名前が、まあ、単位になってたりするね、ニュートン、ジュール、ワットとか。2つ目に単位の変換がややこしい。100g を1ニュートンとして 1kg は10ニュートン、10kg は100ニュートンとか、この、単位を換算する、すぐ間違えてしまう。それでもう1時間が何秒かなんてんで3600秒、もう1分が60秒っていうのを100秒なんて やっちゃったりする生徒もいます。さらに50センチをメートルに直す、それで 0.5 メートル、これも、間違ったり、それでもう万事休すと。それから小数点のある計算や桁数が多くなる、そこで位取りを間違えると、答えが500になるのが50になったり5000になったりと、そういうことで、これは日本中の小中学生が、まあ間違いやすいというか、間違ってももう無理がない、無理がない、そういう内容です。注意しておきますが、リカルタののと、ま、この内容が出てますので、これを見てからやってほしいと思います。演習シリーズはそれを前提に説明しています。はい、最初に仕事です。仕事の定義、物体に加えた力の大きさと力の向きに動いた距離との積を仕事というと、仕事イコール力の大きさかける力の向きに動いた距離ということで、いまだに1ニュートンって何なのか分かんない生徒がいますが、これは 100g の物体に働く重力の大きさを1ニュートンと、これは定義をしているわけですね。で、1ジュールは1ニュートンかける1メートルということです。2番目、物体を持ち上げる仕事。はい、2kg の物体を1メートル持ち上げる場合の仕事は、物体を持ち上げる力は、はい、2kg をニュートンに直します。はい、100g が1ニュートンなので、はい、2kg は、はい、20ニュートン。ということは、そのまま、距離をかければいいですから、20ニュートンかける1メートルで答え、20ジュールということです。皆さんは画面を一度止めて、先に答えを出してもらうといいと思います。よろしいでしょうか。はい、1番、500g の物体を2メートル持ち上げた時の仕事。はい、500g をニュートンに直して、はい、2メートルをかけると、はい、5×2、10ジュール。2番、50g の物体を10メートル持ち上げた時の仕事。はい、50g をニュートンに直して、10メートルかけます。はい、50g ニュートン直せますでしょうか。はい、0.5×10メートル。答え、はい、5ジュールです。はい、3番、30g の物体を50センチ持ち上げた時の仕事。そも 30g をニュートンに直すのに間違って、50センチをメートルに直すのに間違ってというか、ダブルで間違う人がいますが、はい、0.3×0.5 ということで答え、0.15 ジュールということです。4番目、25kg の物体を40センチメートル持ち上げた時の仕事。はい、25kg、今度は数字が大きくなります。はい、25kg をニュートンに直す。これでもう間違う人がいますが、で、40センチをメートルに直して、はい、よろしいですか。はい、250×0.4 で答え、はい、100ジュールとなります。はい、3番、物体を床の上で動かす仕事です。これはですね、摩擦力と向きが反対で、大きさの等しい力を加え続ける必要があるということで、摩擦力かける移動した距離ということです。はい、1番、失礼しました、1番の丸1番、これ見てください。はい、丸1で荷物を50ニュートンの力で5メートル移動させたら何重になるか。これはもうそのまま単純ですね。もう50ニュートンかける5メートル。はい。250ジュール。はい。丸2で、
荷物を50ニュートンの力で10メートル移動させたら何重になる、これももう50ニュートンかける10メートル、はい、500ジュールです。3番、ある荷物を10メートル移動させたら仕事は250ジュールになった。手が荷物を押す力は何ニュートンか、もうこれでなもう分かんなくなっちゃう生徒がいると思いますが、はい、これはですね、仕事が250ジュールですから、仕事の、まあ、公式、力かける距離、はい、力ニュートンかける10メートルイコール250ジュールという、その式を立てればよろしいんですが、はい、よろしいですか、はい。はい、250ジュールは X ニュートンかける10メートル。はい、X を求めると、250÷10 ということになって、答え。はい、25ニュートンです。はい、4番目、ある荷物を20ニュートンの力で押して、500ジュールの仕事をしたい。手で荷物を何メートル押せばいいか。はい、これもよろしいですか。仕事、500ジュール。力かける距離、力20ニュートンかける距離がわからないので、距離を X メートルにして、式を立てます。はい、式。500ジュールは20ニュートンかける X メートル。はい、X は500÷20ということで答え。25メートルになります。はい、4番、仕事の原理。道具を使うと力は小さくて済むが、力を働かせる距離は大きくなり、仕事の大きさは変わらない。このことを仕事の原理と言います。5番、動滑車を使った仕事。低滑車というのは力の向きが変わるだけで何も力の大きさとか距離が変わるということは一切ありません。しかし動滑車の場合には物体に働く重力の、はい、何分の1の力で持ち上げることができる、はい、お分かりですか、はい、はい、2分の1、半分の力で持ち上げられ、その代わりに動かす距離は2倍になると。したがって直接手で引き上げた時と仕事の大きさは変わらないということです。はい、画面を止めて、先にもう答えを出してもらえるといいと思います。はい、1番、1kg の砂袋を直接手で 10cm 持ち上げる時、バネ明かりの目盛りは何ニュートンを指し、手がする仕事は何ジュールですかということですが、はい、これはここの、はい、これですね、はい、はい、砂袋を直接持ち上げる場合と動滑車で持ち上げる場合、10センチ持ち上げる場合、はい、これについてです。はい、はい、1キログラムをニュートンに直して、10センチはメートルに直して計算します。そして1キログラムは10ニュートン、はい、10ニュートンかける、はい、10センチは 0.1 メートルですから、かけると、はい、1ジュールと。はい、2番、同じ砂袋で動滑車を使うとバネ明かりの目盛りは、はい、力は半分で済みますから、半分5ニュートン、距離は2倍ですから、はい、2倍の20センチ、20センチはメートルに直すと、はい、0.2 メートルですから、はい、5×0.2 で、はい、同じ1ジュールということです。この ① ② の結果から仕事の量はどちらも同じになる。はい、このことを、はい、仕事の原理と言います。はい、3番、動滑車を使って 800g の砂袋を 30cm 引き上げるとき、バネ明かりの目盛りは、はい、何ニュートンでしょうか。はい、半分でいいですから、 800g の半分 400g、 400g、はい、ニュートンに直すと4ニュートン、引き上げる距離は 30cm の2倍ですから、2倍、力は半分、距離2倍ですから、30センチの場合、60センチ、60センチをメートルに直すと 0.6 メートルと、4ニュートンかける 0.6 メートルで仕事は、はい、2.4 ジュールということです。はい、もう動滑車についてはよろしいですか。力半分、距離2倍と覚えてください。